極真会館松井派は、極真空手の創始者、大山マスタツの木分裂した、極真空手諸派の主流団体の一つ。団体名称は、一般財団法人国際空手道連盟、極真会館、武道空手を標榜し、極真空手道未知の普及に努めている。創始者、大山マスタの提唱した、頭は低く、目は高く、 口慎つんで心広く、こうを原点として、他を益するという極真の理念を礎とし、極真から手道を通じて、人格の統治と心身の鍛錬を図り、社会貢献を遂行することを目的としている。さらに、極真から手道においては、人種、民族、国家、政治、思想、宗教、性別、年齢などによる偏見や差別がなく、 すべての人々が平等の権利を有することを胸とし、国際交流をもって、全世界の平和友好を目指している。故、大山マスタツ総裁の生前の意思に基づいて、形成されている団体。また、世界各国に総支部数236カ所、総動場数8000道場があり、韓国との友好にも貢献している。艦長に就任した松井は、株式会社を設立し、 会員制度を導入した。官長就任後は、文庫会放を唱え、他団体である、制度会館の大会や、K1 やプライド等の格闘技工業に、フランシスコフィリ、グラウベフェイトーザラの選手を参加させ、格闘技ブームの一翼を担った。近年では、長らく絶縁状態にあった、全日本から道連盟と2020年、東京五輪に向け、 有効団体として協力する覚書を交わした。大戦没後に開催している大会については、大会名称、開催回数、入賞者も、国際空手道連盟、極新会館の記録を引き継いでいる。正当な極新会館を引き継いでいる根拠としては、団体名称を一時一句変えずに活動していること、東京、池袋に総本部を置いていること、そして、 恒例行事等を積み重ねて継続している点を挙げている。2015年4月、これまで交流がなかった全日本空手同連へと空手のオリンピック種目入りを目指し友好団体を結成する旨が発表された。同年9月25日、空手の社会的地位向上とオリンピック種目化に向けてと題し、フルコンタクト空手6団体と友好団体となる。 2016年4月、同年6月に開催される全日本ウェイト制大会から、組手ルールを大幅に改定することを発表した。同年5月21日、昨年より有効団体となった全日本から手同連盟から、講師を招聘し、講習会が本部直轄大館山道場にて実施される。2017年4月、2015年に有効団体化が実現した。 全日本から手動連盟の強化選手選考会に、同会館所属の高橋優太と上田三夫が初めて出場した。今後は2020年東京オリンピック出場を目指すべく、オブザーバーとして全空連の強化合宿に参加することが決まった。2018年6月、全空連の空手競技に近いルールセミコンタクトルールでの大会を大阪府立体育会館にて開催。 この記事は以下のカテゴリーでも参照できます。一般財団法人国際空手導連盟、極新会館に関するカテゴリー、株式会社国際空手導連盟、極新会館に関するカテゴリー。ありがとうございます。